こんにちは、吉田さん桜を見に行ってきましたでも桜は咲いていませんでしたちなみに桜という漢字2階の女が木にかかるという風に書くのご存知でしょうかちょっと前ですけども旧字体の桜っていうのは木辺に貝が2枚そして下に女と書くんですよねだから隣の女があ、2階の女が木にかかるっていう風に、ね、書く 冗談があったんですけどねまあ、このようにまあ、一つの漢字をねもじって楽しんでいく風流ってものが日本人にあったようですまあこれなかなかアルファベットでは考えられないんですけどねアルファベットでは一番単語にして長い単語は何ですかっていう風なそんなねとんちがあったんですよで。 文字数の多い単語っていうのがいろいろね出てきたんですけども、えー、実はこの回答っていうのはあの笑顔っていうのがね一番長いよってことだったんですよそれはスマイルスっていうふうに書くんですけども S と S の間これが1マイルあるよっていうことらしいんですようん <laughs> ねえ S と S の間が1マイルでスマイルこれはね、日本人には分かりにくいジョークなんですけどもその土地その土地では あそういうふうに捉えてわははって笑うんですよねオチがついたって。まあ、だから2階の女が木にかかるというこの桜という感じもおそらく日本人の中でも旧治隊を知ってる人だけが楽しめるそんな風流なのかなと思います。という感じでねやっぱりこう知識とか情報っていうのは人によって差がありますよね。だからあんまり知りすぎてももしかしたらいけないと思うし。 知らなすぎてもいけないと思うしいい感じのところでまさに自分が勘違いするような情報がストライクしてくるとマージャン店の俺でも1億円2億円稼げるんじゃないかなっていうふうにスポッとハマってしまうんですよねでもおそらくね私がですね今の立ち位置でマージャン店の親父を見て1億円稼げそうかなと思ったらいや稼げないんじゃないかなと思っちゃいますね うん、確かに私はうまくいきましたけどもあの瞬間あのタイミングまさに桜にも旬の時まさにね春に咲いてちょっと遅れたらもう散っちゃうでしょだから5月に桜咲いてますかってもう散ってるんですよ桜前線ってのがパーッとやってきたなと思ったら1週間もしたらもう散ってしまいますからねそのぐらいタイミングってのは大事なんだなと思うんですよただねそのタイミングを得ていてもいろんな言い訳もしくは事情でですね 桜を見に行けないい人っているんですよ、うん、そうなると桜ですら年に1回の桜ですら見に行けないのに生涯日常のチャンスなんてのはとても乗れないですよね。まあ、そういうふうに考えるとねうん,なんかこの私は何とかねなりましたけどもその他の人は別のタイミングをつかまえないといけないんだろうなと思うんですよ。な、まあ、なかなかねその辺が 難しいところなんだろうなと思いますけども難しかろうが難だかろうが自分の人生はどっかでね強く打ち立てていかないといけないときにいちいち自分の人生に言い訳を探すよりかは挑戦した方がいいいのかなと思いますよね、うん、ちなみになんか挑戦の長の字って桃とかって <laughs> 似てますよね、うん。まあ眺めるっていう感じにも似てるんですけどね。 確かに桃っていう漢字を木で書くか手編を書くか目って書くかで漢字の印象もだいぶ変わってくるし意味も違ってくるでしょう。まあこれも一つの勘違いですよね。私もね朝鮮の朝鮮の朝の字をなんか朝、なんかね桃っってて読んんででたこととあると思うんですよ。だからその吉谷拓郎久保哲郎の蝶の字をね相変わらず月で書かないのも多分あらゆる場面で。 あの小里編のローっていうのを多くの人が見てきたから月っていうのがポンと浮かばないんですよね考えてみたらこの良い月って書くわけですけども良い小里編っていうのをたくさん見てるから良いっていうこの作りがね入ってきた瞬間に変化変化入ってきた瞬間にこっちは小里編だろうみたいな先入観で見ちゃうんですよねまあたまたま似てますからね特にあの即期帯で書くとねうんまあそんなところじゃないですかねだからするならやっぱりこう素敵な勘違いをした方がいいかな 思いま,すね、まあそういうふうに自己洗脳って言って自分を勘違いさせるのも一つの手法なのかもしれませんね。まあ、今日はそんなところでちょっとほら草刈りに行ってきます。